ちょ、こんにちは、豊さん。はい。DeNA、いらっしゃい。長野選手が生まれました。いらっしゃい。そうですよね、ウェルカム98番です。発表した時に、はい、98、年じゃないよなとか思いながら、まあ、そうですね、背番号98、大きい番号だったので、1番って、確か空いてたんじゃなかったっけなみたいな。そうですよね、中日の時の同僚なの、うん、木下選手、亡くなられましたけど、ね、木下選手がつけていたやっぱり98っていうのを、京田選手は、まあ、思いもあってっていう、ああ、はい、だから、いいやつなんだよ。うん、熱い選手なんですよ、ね。まあ、熱い、まあ、友達思い、うんうん、まあ、優しいというかね、はい、うん、最初発表になった時なぜ98かっていうのが発表になってなくて、はい、98って思いますよね、どうしたみたいな、はい、で思ったんだけど、うん、なんか理由があるんだろうなと思ったら、うん、やっぱりあったね、そうやってね、そうですね、うん、だからまあ98でも何番でもね、うん、いいんだよね、やっぱそういう風な思いがあると、はい、いろんな人が応援してくれるし、うん、いろんな人に背中を押されるっていうことはさ、はい、本当にいいことなんだよ、うん、例えば引き寄せの法則っつってさ、はい、まあ、本を読んだ人はいると思うけども、願いが叶うように全日本とクロアチアが PK 戦になった、はい、え、これ負けんじゃないのって思った人っていうのは半分以上いたと思うんだよ、うん、だからそれ引き寄せの法則でやっぱそうなっちゃうんだよ、あの、そうですね、うん、こうなると思うとそっちに引っ張られていって勝ってほしい、これで勝てたと思った人は PK 戦になっていなかったと思うんだよ、うん、なかなかね、うん、京田が98をつける、はい、いや、こんな優しい男、京田頑張れよって、うん、ここで絶対打てる打てるみたいな、なんか念を押してくれるよ多分、あ、そうですね、多分そういうものっていうのはやっぱね、見えないものだけども通ずるものがある、最低でもその木下というね、はい、家族、お子さん、うん、ね、教団のこと大好きだと思うよ、はい、追悼のあれでも子供の手を引いてっていうようなことも、うん、あのニュースで流れてるしね、はい、まあ、横浜に今回移った、はい、それは横浜ファンにもなってくれてると思うし、うん、で教団98番つけた、あ、パパの背番号つけてくれるんだって、はい、そしたら京田選手頑張れって、うんうん、その念がやっぱり一本生んだりとかさ、はい、するから、うん、必ず俺は素敵なことだなというふうに、はい、いや、思うよね、そうですよ ね、背中で、ね、後押ししてくれる、そういう思いもきっとあるでしょうしね、か絶対あるある、うん、ね、で横浜ファンってさ、はい、そういうこう感動秘話っていうのに弱いから、うん、なんかもう熱く胸がキュッとなるんでしょうね、ああ、京田の98番は木下という選手がいてみたいな、うん、語り継がれると思うし、はい、木下のためにも打っててここで打ってくれみたいな、はい、なんかそうやって応援されて、俺はなんかいい成績を残すのが降りてきたと、降りてきた、見えたと出た見えたと、豊さんいつも、いやいや本当、まあ、ただやっぱ見えないものだけに頼るんではなくて、はい、やっぱ京田がやらなきゃいけないことっていうのはしっかり、うん、ショートのポジションを取るということだよ、はい、ライバル多いよ、はい、いや、大和はいる、森がいる、うん、柴田がいる、まあ、大体その人間で争うと思うけども、はい、で京田が加わるという、でその中でも京田っていうのはレギュラーとしてやっぱポジションを絶対取らなきゃいけないというね、うん、まさにその話をしていて、個人の目標は1年間ショートで143試合レギュラーで出場することっていうのがやっぱり目標って言っておっしゃってたので、うん、だから守備固めがいらない選手だけにね、はい、もう他の選手は出番がありませんよみたいな、うんうん、そのぐらいになってくるといいチームになってくるし、そうですね、だいたいポジション的に動くというのはショートが動いてたから、はい、大和を使ったり森を使ったり柴田を使ったりだとか、まあ、いろんな選手がそこに入ってきてたから、はい、ここが強打一本っていう風になってくるとさ、うん、コンビネーションも出来上がる、うん、まあ、マキタのね、はい、マキも勉強になると思うよ、うん、強打の守備っていうのは、はい、まあ、横浜はいい選手をトレードしたなっていう風に思うよね、うん、そうですね、で場所が今度バンデリンからその DeNA の横浜スタジアムに変わる、守備の面で何か変わること、バッティングの面で変わることってあるんですか？守備の面はそんな変わらないよ、はい、変わらない、うん、ただあのフライは難しいよね、バンデリンは風ないけど、はい、横浜って本当に突風が吹くときあるから、うん、まあ、そこら辺のそのフライをちょっと気をつけとけば、うん、まあ、あとは問題ないと思う、で、はい、狭いし、あ、そうですね、だから投げる距離も短いし、カットプレーでも、はい、だからまあそこら辺の強打のセンスからすると、うん、守備は全く、うん、あの心配はしてないんだよね、はい、ただ打てるか打てないか、そこって何か違い出てきますか？いや、じゃあ森内に聞くけどさ、はい、強打にどのぐらいの数字っていうのを、まあ、正直に、あ、強打選手だったらこのぐらい打てるんじゃないかって
思う。2割5、6分。あ、それでいいか。分かんない。その1割っていうイメージがちょっとありすぎてしまって、2割5、6分だったらいいのかなと思っちゃった。3割とかは期待してない。いや、本当に期待ですか。正直でいい、正直で。正直いやいや、まあ、このぐらいでいいよっていうのは。本来は2割9分6厘とか。なんだお前中途半端な。3割は厳しいかなと思ったね。2割9分6厘だったら、お、ショートでそれ143試合、そうだよねってなります。そしたらベストナイン取るよ。そうですよね。そこまで打てないから、うん、打たなくていいから、うん、打て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 って言ってでしょ、はい、打てない打てないって、いや打たなくてもいいから守ってくれって言ったら、はい、気が楽なもんなんだよ。そしたら2割5、6分は必ず打つから。あ、そういうものなんですね。そういうものだし、うん、でみんなはやっぱ強打って、はい、今センス抜群だ、うんね、3割いけんじゃないのみたいな、はい、2割8分9分、うん、あわよくば3割いけんじゃないのって、うん、打てないってそんな簡単には、はい、まずは2割6分、うんね、1試合1本でいいから、うん、打ちなさいと。楽ですね、そう言われると。楽だよ、はい、まあ、トータル的に143本打っちゃい、うんうん、はい、143本打ったら、うん、2割7分から8分残ってる。おフォアボールもあるからね、はい、もうそんな打つとかじゃなくていいから130本でいい、うん、130本打ちやすい、はい、そのうちに犠打もあるだろうし、うん、犠打2つ2打席ノーヒット、はいね、それは1試合のトータル、うん、でも2つの貢献度があるじゃん、はい、それでいいと、うん、4打席立つ2つのフォアボール2打数ノーヒット、うん、まだ数字はゼロだけども貢献度としたら犠打の2つとフォアボール2つ4つの貢献度がある。そういうものの考え方を強打にはしてやってほしいと。あ、打てない人がね、もっと打たなきゃ打たなきゃって言われるほど辛いものはないよ。できないことをやりなさいやりなさいって言われて、うん、できなかった時のストレスってないだろう。そうですね、苦手なことなんだから。だってできないんだもんって思ってしまうんですよ。だもんだろ本当に。思っちゃいますよね。そうだろ、はい、いやだからそこら辺は楽にしてやらないと。あ、2割6分5、6分でいいんだって。ショートをしっかり守れば、はい、その代わり1桁にしろって、うん、エラーは、うん、9つまで許してやる、はい、もう10個からもう罰金だって。お前の守備はもうピカイチなんだから、うんうん、だから守備は得意なわけ。そうですもんね、うん、セリフで本当にナンバーワンと言ってもいいぐらいの守備力は持ってるわけだから、はい、うん、だからそこら辺で貢献度させればいい。そうですね、うん、みんな欲から始まるから。そうですね、うん、でもプロ入りしてからさ、キャリアハイが新人を取った時の2割6分ちょっとでしょ、うん、はい、やっぱ打てないんだよ。バッティングっていうのは苦手なんだよ、うん、だけど塁に出たら何かをしてくれるし、はい、それは成長させるっていうのがプロ野球の世界のまあ、コーチであり監督であるけども、うん、無理を押し付けるとやっぱ選手が苦しむだけだから。そうですね、だってホームラン10本しか打てないやつに体でかいから、うん、ね、お前は30本打てる40本打てる苦しいよ。いい気が詰まってきちゃう、もうやめちゃえよもうみたいな。そうするとそれが全てに連動してきちゃいますね。あ、だからストレス、全部のストレスになってくるから、はい、だからそこら辺はやっぱり気をつけた方がいいな。そうですよね、うん、そういう貢献度といえば、まあ、後ろに例えば牧選手だったりとか佐野選手とかあと宮崎選手とか本当に打てる選手がいるので、そこにとかとにかくつなぐとか貢献度っていう意味っていうふうに考えれば楽になってきますよね。だってさ、 DeNA のさ、はい、ね、ショートで、うん、じゃあ森が2割打てんのかって、うん、大和が3割打てんのかって、はい、柴田が2割8分打てんのかって言ったら、トータル的にはやっぱもう強打の持ってる数字がナンバーワンになってくるから、はい、ただ大和は勝負強いよ。ですよね、あの野郎は勝負強いんだよ。打席で、うん、本当に、まあ、大和とか代打にいるとやっぱ怖いだろうし、うん、はい、強打がね常時出るようになってくると安定感ある。そうですね、だって横浜って今年守備がナンバーワンだからね、はい、エラーの数が一番少ないという、うん、その中にまた強打を得たということはさ、うん、まあ、でかい戦力ですよそれだけで。そうですね、うん、だバッティングで何がお前ねよく書いてんだって。周りのプレッシャー。そうですね、そうだよ、だから過度のプレッシャーをかけない、うん、彼にはね、はい、うん、だからしっかり守ってもらう。そうですね、うん、あと自虐ネタも言ってたようで記者会見で、 DeNA 戦の横浜のスタジアムでなんかエラーか何かをして、それで強制送還されたんです僕は、そのきっかけだった場所に戻ってきましたみたいなことを自虐ネタで、あの
戦ってしてないっていう、まあ、まあまあ最初に守るときはそこら辺で塩巻いときゃいいお清めお清めしてね、うん、そうですねお清めお清めでもなんかそう明るい選手というかもう気持ち切り替わっていやいや、ね、横浜では楽しくやるんじゃないのびのびとそうそうそう遠慮することもないしさ、はい、太田大使なんかもうバカ丸出しでやってたからねもうのびのびとねのびのびと、まあ、だからまあああいう姿でいいよなんかその人に合ったチームカラーとかもあるんでしょうねあるあるだから太田なんかもうね移籍してあんなに明るくさ、はい、のびのびやってくれてねすごく嬉しかったし、うん、スタンドにこう顔出した時に太田がいて、はい、あ宇田川さんとか言って、うん、まあ来てくれたりとかさ、はい、すごいのびのびやってるからいいなと思ってさ、はい、まあ横浜の選手って本当にね、うん、こう取り込むのがうまいしね、はい、だから京田も遠慮しないでね、うん、もうやってほしいと思うそうですね、うん、なんかグラウンドで例えば京田選手と会うこととかって今後出てきそうですよねいや恐ろそうですそうですね、うん、ただまあ下に降りれないからねまだ取材であ来シーズンあたり降りれるようになるかも分かんないよ第8波が来てるからまだ厳しいですかね、うん、まあでもね京田選手 DeNA の一員となったので、うん、来シーズンそうだ、ね、楽しみにしたいですね京ちゃん頑張れよね本当にねはい、はい、応援してます